こんにちは、速稼塾の久保でございます。やっぱりね、先入観の犠牲に私たちはね、かなりなっているなということを私自身が実感する例が最近ありました。それはですね、オーストラリア火災についての、私放送をしたところなんですけども、速稼塾のね、皆さんが YouTube を使って私の呼びかけに応じてですね、いろんな方がオーストラリア火災を知らせるための動画を上げてくださいました。本当にありがとうございます。その少し後なんですよ。その少し後、本当に 2,3 日後にタレントのね、フィーフィーさんっていう方がいらっしゃるんですよね。この方は確かエジプト人で日本に来て、日本でタレント活動されてる方なんですけども、このフィーフィーさんもオーストラリア火災の動画をね、速稼塾の動画バーッと上がった後に取り上げてくださって、やってくださったんですよ。いや、これ非常にありがたいなっていうふうに思うのと同時に、フィーフィーさんのことがね、結構私も、ますます好きになってしまったんですけども、じゃあ私がね、どんな先入観の犠牲になったかということをこれで告白するとですね、私このフィーフィーさんって方があまりね、好きではなかったんですよね。なんで好きではなかったかっていうと、私と意見が合わなかったからなんですよ。まあもちろんね、私の意見なんてフィーフィーさん全然知らないと思いますけども、どちらかというとフィーフィーさんっていうのはかなりね、鋭くいろんなオピニオンを切り込んでいくようなタイプの方で、地上波にはあんまり出なくなった方なんですよね。最近だとアメバ TV とかに少し出るような感じだったんで、私もね、見かけることがあったんですけども、やっぱりフィフィさんの言い方ってあまり好きじゃないなと思ってたんですよ。で、フィフィさんの言ってる内容とか意見が私に合わなかったのに、なぜかね、フィフィさん自体を私があんまり好きではないっていうふうに勘違いしたんですね。でもフィフィさんが YouTube を始めて、その YouTube の中でね、取り扱う題材、サムネイルを見るわけですよ。サムネイルを見ると、あ、この話題、フィフィさんこういうことに興味あるんだ、こういうふうな話題に対して問題提起をしてたんだってことがだんだん分かってきたんですよ。それで私はフィフィさんが地上波にあんまり出なくなった理由も察することができました。で、フィフィさんがどんなね、 YouTube チャンネルをしてるかっていうと、例えてみると田中敦彦さんのね、オリエンタルラジオの YouTube 大学ってあるじゃないですか。あれのね、もっと際どい版なんですよ。かなり際どい版ですよね。だから私がこの中で思うのは、フィーフィーさんの場合は YouTube 専門学校みたいな感じなんですよね。じゃあ田中敦彦さんの YouTube 大学と似て非なるもの、どういう風に似てるんだけども、どういう風に違うのかってことをここでお話しますね。田中敦彦さんの YouTube 大学は一つの書籍とかを取り上げて、それを分かりやすく私たちに解説してくれてるんで、言ってみれば田中敦彦さんの思想とか誘導とかっていうのはないわけなんですよ。本当にフラットな状態で、この書籍を分かりやすく皆さんに YouTube で紹介しますよってことをやってくださってるんですよね。フィフィさんの場合はそれと異なってですね、社会現象を扱ってはいるんですけども、タブーとされていることとか地上波では扱ってどうだろうか、いいんだろうか、悪いんだろうかってこととかをね、結構鋭くやってくださってるんですよ。一つは人種問題とか宗教の問題とか中国との問題、ウイグルの問題とか、他にもね、もう数限りなくある来台犯の問題とかね、かなりやってくださって、これはね、一つ一つ地上波では扱えないなということばかりなんですよ。で、私はここでね、あ、フィフィさんやっぱすごいな、自分の見方変えないとなと思ってチャンネル登録をして、それからほとんどの動画を見たわけなんですけども、やっぱこの話題に切り込める人はこの人しかいないなと思いました。国際色豊かでね、いろんな国の状態を知っていて、そして人種に関わらず人がどう生きるべきかとかね、人がなんで自由なのかとか、自由ってのはどのぐらい貴重なのかってことを細かく解説してくださってます。それこそね、田中敦彦さんの中立的な意見ではなくて、ものすごくね、切り込んでくるんですよ。で、最後に必ず呼びかけてるのは、皆さんはどうお考えですかってことなんですよね。ここなんですよ。で、私はそのフィフィさんのことをやっぱりね、よく知らなかったと思いましたね。テレビで切り取った発言だけで私は判断していたんで、これからはフィフィさんがね、 YouTube で自由に発言するものに対して私と意見が合わないところも多いんですけども、だからこそ気づくことが多いなという風な視点でね、これからも見させていただこうかなと思います。で、オーストラリア火災のことを私が取り上げたその直後にね、フィフィさんも同じように取り上げてくださったことによって、やっぱり問題意識っていうのはこうやってたまに重なるなという風に思えるわけなんですよ。当然ですけどね。で、こっからこの動画をここまで見てくださった方にね、ぜひね、申し上げたいんですけども、やっぱりこう問題って皆さんね、目の前にあると思うんですよ。
個人的な問題とかっていうのがすごく多いと思いますし、やっぱりね世界の問題ってあると思うんですよ。これでもね両方とも、同じ一本の線の上にあるってことに気づいてほしいんですよね。やっぱりオーストラリア火災の件に関しましても、オーストラリアだけで住んでる問題じゃないんですよね。で日本の災害もオーストラリアの方ものすごく意識を向けてくださったんですよ。何もできない人は祈ってくださったんですよ。でも私たちは何もできないとなると何もしないんですよね。そうではないと、このスピリチュアル的な話はね嫌がる方もいると思いますけども、この思うとか祈るってエネルギーも確かにね、確かに何もしないっていう風に何もしないことを決め込んだ人よりはやっぱりね100歩も1000歩も先を行くと思うんですよ。私たちは子供たちの平和を、ね、健康に育つことを願いますし、知り合いがうまくいくこととかね楽しくなることとかっていうのは願ってると思うんですよ。その願うパワーっていうのがきっと態度に出て笑顔に出てねかける言葉に変わってくると思います。それが多分世界を変えていくんじゃないかなと思うんですよね。でどんなことでも一人から始めて、どんなことでも一人で終わっていくんですよ。だからどうせならいいことをね自分の心の中から起こしたいなというところでございますね。まあ、ちょっとねフィフィさんの話題からちょっと離れましたけども、私がねフィフィさんに思ってたのは本当にね本当限られたところしか見てなかったなと思いました。私はこれからもねこの方に対して、もっともっとね前向きに取り組んでいこうかなと思いますし、でプラスアルファですね、自分が苦手だなと感じている人を見つけることがラッキーだなと思えるような、そんな精神状態にこれからも入っていかないといけないなと思うところでございました。はい、それでは動画をご覧いただきましてありがとうございました。皆さんもねフィフィさんの動画見ていただければ、なんかねすごく大きな問題が世界で起きていることに気づくと思います。それでは失礼します。